アックマン釣り機構へようこそ。ということで今回またやっていこうかななんて思うんですけど、今回は、夜釣りに挑戦しようかななんて思ってます。まあ前回小島漁港に来た時にヘチ釣りをしてたんですけど、まあ青い染めを使ってたら結構根魚がよく釣れたんですよね。まあその中でもメバルがよく釣れたんですけど、あんまりサイズがそんなに大きくなかったっていう感じで、まあそんな感じだったんで、もし夜来たらもう少し大きいサイズ釣れるんちゃうかななんて思って、それでまた夜の小島漁港を目指して向かってるっていう感じになるんですけど、いやー暗闇の中チビハオコゼが釣れましたね。なんかカサゴみたいですけど、ちょっと角生えてるんでこれはハオコゼですね。それからメバル釣れたんですけど、結局夜でもミニサイズでしたね。もう一匹またハオコで釣れた感じですかね。まあそんな感じで暗闇の中ではいろいろトラブルが起きながら、風がやっぱ強くとなかなかドラグついてないヘチ釣りのリールやとちょっとしんどかったですね。まあ明るくなりだして障害物が見えるようになってきたら、その下をギリギリ攻めることができたんで、お、そうそうヒットですね。結構この状態からかなりヒットが続き始めましたね。やっぱりヘチ釣りは際ギリギリの障害物をほんまにかするようなレベルで攻めるっていうのをしないことにはなかなか当たりが遠のくっていうか厳しい感じになるんで、まあやっぱりこれぐらいの明るさは必要かななんて思いましたね。もうとにかくこの状態今連続ヒットになって、もう動画を回してる最中に3回ヒットしたって感じですかね。結構なんかかなり反応がすごくて、かなり竿がピクピクと動くんですけど、なかなか乗せるっていう風になると結構いろいろ考えんとダメですよね。結構乗りやすくなるためになんかかなりガンダマのサイズをいろいろといじりましたね。最初はやっぱり夜風強かったんで、今回ガンダマも 6B っていうでかいやつを使ってたんですけど、それでもまあ釣れはしたんですけど、それをノーマルの 3B に落としたら急激に当たりが乗るようになってきましたよね。まあそんな感じで一気に釣れるようになってきたって感じなんですけど、結構この状態でやってる時かなり底の方も探りはしたんですけど、結構糸が出るのをちょっと止めて、竿の上下だけで探るような形のやり方もやってたんですけど、結構上の方までガシラとか上がってきてましたよね。ちょっと障害物のすぐ下あたりをこう磯目を掘り込むような形で探ったらすぐになんか反応するっていう形で、まあただ結構ちっちゃいのが多いんでかなり餌取りの当たりがすごい多かったんですけど、その中で乗る当たりを見つけるっていうのがなかなか難しいっていう感じですかね。不意に合わせてもなかなか乗らなかったりして、かといってがっつり待ち続けると餌を捕らえてしまったりとかっていう形で、まあなかなか絶妙なタイミングで合わせるのがやっぱり難しいですかね。この途中動画撮れなかったんですけど、2匹ほどかなりでかそうなやつが当たったんですけど、ちょっと合わせが弱かったせいかファイト中にバレてしまいましたね。
なかなかやっぱりここぞっていう時に本番に弱いか分かんないですけど、よくちょっといいサイズのやつバラしてしまいますよね。ただ今回またかなりいい感じで明るくなりだしてからは連続ヒットっていう形でガン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 魚が上がってきてますよね。今回一番いいやつは2匹バラしてしまったんですけど、まあそこそこのサイズのガシラ、ちょっとこのガシラですかね、これは違うか、捨ててるから、まあちょっとこましなガシラ1匹と、あとアイナメが釣れたっていう感じなんですけど、まあ最初何の魚かなっていうのがちょっと分かんなかって、隣でおった釣り人の人にチラッと聞いたら、あ、それアイナメちゃうかななんていうような話やったんですけど、家帰ってそのアイナメを料理しようかなと思ったら、もう口の中から体の中の白身んとこまでなんか真っ青な身やって、それでこれ食べれるんかななんて思って調べたら、どうもアイナメじゃなしにアナハゼっていう種類の魚やったみたいですね。なんか青色の身やったんで毒でもあるんちゃうかななんて思って調べてみたんですけど、どうもアナハゼっていうのは身はなんかすごい青っぽい感じの身してるんですけど、熱を加えるとなんかすごい綺麗な白色に変わって、またふわふわっとした感じのやんわりとした白身っていう感じの魚で美味しかったっすね。まあそんな感じで今回いい感じで釣れた魚としては、まあまたガシラとそのアナハゼ、その2匹ぐらいでしたね。あとはまあちょっとサイズがちょっと小さいのが多かったんで、ほぼほぼリリースして、また来年再来年もう少し大きいになってくれたらええななんて思いながら逃がすことにしました。いやー、しかし動画にも撮れんかったっすけど、バラした2匹はめちゃくちゃ良かったっすね。かなり竿を持っていかれそうなぐらいの引きやったんで、それが撮れたらめっちゃいい動画作れたのにななんて思ってちょっと残念でしたね。いやー、しかしちょっと明るくなりだすと魚にとっても朝まずめっていう形で飯時なんかもしれんすけど、なんか結構堤防に鳥がかなりやってきましたよね。今さっき急降下したのも海辺にぷかっと浮かんでる魚をなんか急降下で食べてましたね。あともう一匹飛んできたんで、手を上に上げて来てくれへんかななんて思ってやってみたんですけど、やっぱり来てくれなかったですね。この僕の後ろにちょっと大きな鳥が隠れてるんですけど、なんとかこいつに一匹魚あげたいななんて思って頑張ってたんですけど、この時はちょっと当たりもなく釣り上げることができなかったですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、僕が動いた瞬間に奥の方に鳥が一匹おるのがちょっと見えましたかね。一瞬やったんでちょっと分かんなかったかもしれないですけど、多分僕が釣るのを待ってたんかもしれんのですけど、結局期待を裏切ってしまいましたね。まあでもかなりいい感じで、やっぱりこのヘチ釣りっていう釣りのやり方はかなり超かながる釣りですよね。まあ大物を狙う時にはチヌなんかも対象魚になってますしね。かといってこうやって底の方とか
餌を磯目とかにするとガンガン根魚が釣れるっていう感じで、いや前に西宮軽村に行った時に、なんかたまたま出会った職人のようなおっちゃんにはほんまに感謝ですよね。まあこの釣りをもう少し極めていったら、ひょっとしたら前までなかなか上手にならんかったエビ巻き釣りとか深瀬釣りとか、まあそんな釣りも少しはうまくなれるんかもしれないですよね。やっぱり釣りも何度も魚釣り上げることでいろんな経験したら、また違う釣りでもちょっとその時のことが参考になったりとかするんかもしれないんで、まあもう少し慣れたらまたエビ巻き釣りなんかもやってみたいななんて思ってます。とりあえず今回これ持って帰る2匹の魚です。ガシラと、アナハゼですね。いやとりあえず、6時半回りましたのでこれで終了しようかななんて思うんですけど、まあ今日はちょっと小島漁港夜中12時付近めちゃくちゃ風が強くてちょっと厳しい戦いになりましたね。まあガンダマとかをかなり重めに、6B っていうのを使ってやったんですけど、それでなんとかまあそこギリギリ風が強くてなかなかそこ取りにくかったんですけど、まあなんとなくそこ取れたなって時にヒットして、まあガシラ1匹夜中にもあげたんですけど、まあだいぶ朝方になってようやく風が収まってきて、そこからまあ結構当たり出したかなっていうような感じで、まあでも今回もちょっとちっちゃいガシラとかばっかりでしたね。途中なんか前回小島漁港来た時よりもう少しだけ大きなアイナメっていうのを釣れたんですけど、あとまあガシラも1匹だけはまあぼちぼちぐらいなんか釣れたんで、まあそのアイナメとガシラは持って帰ろうかななんて思ってます。途中結構2回ほどなんかちょっといい当たりがあって、ただうまいこと乗り切らんかったせいでファイト中にバラしてもうたんですけど、結構それが一番残念でしたね。なかなかいい引きやったんで、そいつがうまいことゲットできたら今回の、釣りもかなりいい結果になったんかななんて思うんですけど、まあまあまだまだ下手くそですから仕方ないですかね。これからもっとそういうちょっといいのを拾えた時にちゃんと上げれるように、やっぱり合わせをちょっともっとうまいことできるようにならなきゃあかんのかななんて思いますね。まあそんな感じで今回の釣りは終わろうかななんて思うんですけど、まあもしよろしければ高評価とチャンネル登録なんかしていただけたらありがたいのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。